野田八幡宮は愛知県刈谷市野田町にある神社。旧社格は豪社。JR 東海道本線野田新町駅から南に700メートル、野田町のほぼ中央部にある小高い台地の上にある。現在の刈谷市域では市原稲荷神社と並んで最も社格の高い神社であり、現在は抹社が23社ある。祭日は秋。 祭りが10月15日、新目祭りが11月15日、記念祭が3月15日、抹茶祭が5月15日。創建は文武天皇の治世の白宝五年とされる。三河国新明朝には、西四位死体朝止明神座壁海軍として掲載されている。中世の境内は今留めの森と呼ばれ、死位の巨木が茂る薄そうとした森だった。 ご伏見天皇の知性の昭安二年に社殿を大改修している。江戸時代から当地の藩主の信仰の対象であり、狩谷藩時代には市原稲荷神社、地竜神社と並んで、狩谷藩領内三社と位置づけられていた。福島藩の時代には、福島藩領の三河国における総氏神として、敬まわれた。明治初年の寺調査によると、かつて境内の西側には、 大徳寺があり、今でも飲み堂の地名が残っている。1872年には近代社格制度によって豪社の社格となった。1884年には廃殿が、1938年には本殿が改修された。赤鳥居境内の面積は3200坪。南側の山道入り口から境内までは200メートルあり、1の鳥居と2の鳥居という2基の鳥居をくぐる。 境内中央には、推定樹齢300年の黒金持ちの神木があり、また、刈谷市内最大の一位菓子の神木、刈谷市内最大で、推定樹齢250年のタブの木もある。拝殿は、日和田吹きの屋根を持つ。刈谷藩の初代藩主である、水野勝成が奉納した、総発株と三浦義理が奉納した額、福島藩の第10代藩主である、 板倉クラが奉納した灯籠などを所有している。総発株とは、関ヶ原の戦いの戦勝祈願の品である。1979年8月には、野田八幡宮の境内に、資料館の建設に着工し、1980年4月には、竣工1981年3月21日、古文書などの歴史的資料を保管するための、野田資料館が開館した。 野田地区の全戸の寄付金により全ての建築費を賄った資料館であり、自治体からの補助などを受けていない。掃除業費は3000万円、寄付者総数は3100個に達している。江戸時代から明治時代にかけての野田村の古文書を中心に、野田八万宮に伝わる刀剣類、甲冑類など約5000点を保管している。 水野勝成が奉納した、総発株と、胸札、野田八幡宮今群などを所蔵しており、いずれも仮屋市指定有形民族文化財となっている。毎月第1日曜日、毎月15日、毎月第4土曜日の午前中に開館している。毎年8月下旬に行われる、野田甘鯉笠踊りは、甘鯉の行事である。神前に、幹と闘苗を備え、 二人一組の踊り手が歌と太鼓に合わせて踊る。聖徳二年に野田八万宮境内で甘声を行ったところ効果があったため、お礼として傘踊りを踊ったのがきっかけである。以後は干ばつのたびに傘踊りを行い、1942年を最後に途絶えていたが、狩野氏の市政30周年を機に1979年に再開された。 1980年には、雨乞い傘踊り保存会が結成され、毎年8月に大会を行っている。野田雨乞い傘踊りは1984年に、カニ市指定向け民族文化財に指定された。ありがとうございます。